我慢して。はい、我慢、我慢。シュート落ちてきても我慢ね。しっかり。ね、全員でアウトすること。はい。思い通り行くこと少ない世の中も、無敵夢もよく見えないここから。長時は経って、過去は去って、今日は新しい日々が待ってる。時に投げ出す自分を隠さず、誰しも同じ想いがあるはず。不安な心抱えた悩み、それは神様が君に与えた課題。現実の理想をさまよう前に、立ち止まる勇気に失う前に、もう振り返りたくない過去でも、これからの幸せの遥か声よ。今を急がず、その身を任せ、ありのまま気負わず、君らしくあれ。窓からの朝日、その目を覚まして、君しかできない笑顔を探して。 No, no, 超えた自分におはよう。 Hello, もう辛くないよ。泣いたり悩んだりするから、人生は美しい。 ボディフロー、華麗な自分におはよう。 Hello, もう辛くないよ。泣いたり悩んだりする、君だからこそ美しいから。些細な願いも小さな幸せも、消えてしまいそうな君へ。目の前にあるもの信じられなくなったと、ぼんやりなったよと呟いた君の言葉、聞こえたから僕らは君のそばで歌うよ。君が笑顔になるのなら、素晴らしい人生の途中から、また再び笑えるのなら、美しい人生の友だから。流した涙がいつか花を育て咲かせて、君の目の前に広がるはずだから、君が乗り越えた壁はいつか君を守る盾となって、君をそばでいつまでも支える。君が流した涙がいつか花を育て咲かせて、2クォーター目まで勝っていたんですけど、3クォーター目で少しやられてしまって、3年間の集大成を自分は出したと思うんですけど、チーム的には最後相手の流れに飲まれてしまって、こういう結果になってしまったので少し悔しいです。とても大変でした。練習ができない中で、どうチームとしてフォーメーションとかやればいいかっていうのを考えて、たくさんミーティングして話し合いしました。やっぱり例年と違って練習量が少ないので、お互いに
いつも通りじゃない場面が多かったけど、お互いに励まし合ってモチベーション上げていきました。楽しかったけど辛いことも たくさんあって、でも仲間がいてくれたのですごく良かったです。すごい怒られたり練習きつかったり辛いこと多かったんですけど、後輩とか同級生とかみんなが励ましてくれたり、先生からのアドバイスとか励ましの言葉もあって3年間頑張ってこれました。